グロスター公爵夫人アリスは、グロスター公爵ヘンリー王子の妻、エリザベス二世の義理の叔母にあたる。第九代、クイーンズベリー公爵ジョン・モンタギューダ・ダグラス・スコットと、マーガレット・ブリッジマンの三女として生まれ、1935年に、ジョージ五世の三男グロスター公爵ヘンリーと結婚した。1936年に、グロスター公の時系、アルバート王子が、 ジョージ6世として即位すると王帝夫人として第二次世界大戦中には赤十字の活動に協力し空軍の名誉職に就任1944年から1947年までは夫妻でオーストラリア総督を務めたウィリアムとリチャードの二男を設けるが長男ウィリアムを1972年に航空機事故で亡くし 1974年には夫のグロスター公爵に先立たれた。1999年に公務を肉体的な問題から退き、2003年8月20日で歴代の英国王室での最長寿となり、2004年10月29日、102歳309日で眠るように息を引き取った。なお現在、英国王室史上最長寿であった人物である。 彼女に次ぐ英国王室長寿はエリザベス皇太后である。ありがとうございます。